はい、吉祥寺の花や花心のさぎさです。吉祥寺本が帰ってきました。はい、吉祥寺本が帰ってきてなんで喜んでるかと言いますと、私の花屋、吉祥寺にある花屋だからです。というのもそうなんですけれども、実はこれの6ページに、私のフラワーセラピーの様子が、載っております。で、この本からの問い合わせはちょっとまだないんですけれども、このようにね、技術にこだわったアレンジメントではなく、自分を表現するアレンジメントというのをやっております。で、今老人ホームさんの施設で、30施設ほどやらせていただいてるんですけれども、すごく好評いただいてて、もう大人からじゃないね、子供からお年寄りまで楽しめる、そんなアレンジメント教室、興味のある方は、ぜひお問い合わせいただけたらと思いますっていう宣伝と、あと、まあこれとちょっとずれて、こういうね、ハンナ、これなんて表紙が花屋さんなんですけれども、これ多分というか、ここの花屋さん最近できたところなんですけど、僕がよく通る車の道で、すっげえおしゃれな花屋ができてるって思ってたら、こうやって表紙になっちゃうくらいおしゃれで、うわ、ライバル出たよって思ったんですけど、もうね、ちょっとどういう特徴がある花屋さんかちょっとまだ僕の方も把握してないので、まあこういう本を読んだり、実際に行ってお花を、まあちょっと本当に頼んでみたりして、で、オーナーさんのお話とかも聞いてみて、どういうお花屋さんか、レビューできたら、許可が出たら、やっていきたいと思います。僕もね、吉祥寺の結構ブログの方、吉祥寺花屋で検索すると結構上位に来ます。で、そのブログはお花屋さんを、いろんな花屋さん紹介してます。で、やっぱり僕、花屋さんと仲良くやっていきたいっていうのがあるんですよ。このフラワーセラピーの授業もそうなんですけれども、やっぱり花屋さんと花屋さんが手をつないで、一つの大きな授業、社会を良くしようっていう動きをしていきたいと思うので、仲良くできたらいいなと思っております。本日の動画は以上になります。この動画が面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてお花の情報をどんどん発信していきますので、なんか知りたいよっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。やっぱ吉祥寺っておしゃれな店多いっすね。ああ、そうですね、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、そのもう一冊の吉祥寺本じゃない方、はい、花子って言うんですよ、雑誌名前。はい、僕なんて言いました？ハンナって言ってました。誰だよ。それ正しくは花子って雑誌なので、はい、ちゃんと紹介してください。はい、花子に載ってる花屋さん、すごいおしゃれなので、皆さんも手に取って見てください。はい、以上になります。